飲んでから取っ組み合いとかあるあるある、しょっちゅう。日本はいくら安全や安全やるってもね、安全なことない。もうずっとテクトーゴずっとかかってて、今この後ろに立っている人たちは何をしてますか？あの炊き出し、あのお金がない、お腹すいた NPO 法人が、あのただでご飯を炊き出し。なるほど。これ結構、まあ、毎日見る光景ですか？いろんなとこでやってる、うん、今日はここやけど次は三角公園。あ、変わってきますね、うん、いろんな場所で炊き出しやってる。なるほど。何時から何時までぐらい こんなのを売れるんですか？これ今日は1時半からやないか。ここ出身ですか？違う。あの今日で 何の用事で来ましたか、西成に？僕も炊き出し。あ、炊き出しですね。なるほど。どんな食べ物もらうんですか？カレーライス。わかる？カレーライス、うん、大好き。うん。それからあのパン。パン。乾パンとかね。なるほど。ちゃんとした食事ですね。それから弁当もある。あ、弁当もですね、うん、それからうどん、いろんなものあのタダで食べさせてくれる。一番おいしいものなんですか？やっぱカレー。これはね、三角公園ですね。は、三角公園。何で有名ですかこの辺？炊き出しっすね。は、あとね、ホームレスの人が、まあ、2、3人と、まあ、喧嘩も多いっすね、はい、うん、今見るんですか？取っ組み合いとかよくあそこら辺でやってますよ、うん、はい、こんにちは。いつからホームレス？ホームレスはですか、もうかれこれ20年ほどになりますね。20年ほどですね、うん、その20年はずっとこのアイリン地区に過ごしてたんですか？アイリン地区、最初大阪城からね、うん、大阪城の方も行ったしね。平均の一日はどんな感じですか、ここで？あ、朝起きて飯食って昼寝して、まあそういう日もあって、あとは粗大ごみとかこの回収ね、うん、うん、お金になると回収に行って、アルミ缶とか電化製品とかね、うん、うん、いろんなものをお金になるやつを拾いに行ってね、話して一日を過ごすってことやね。メインの収入源はそのアルミ缶の収集ですか？うん、これは生活保護者がどれくらいですか？生活保護でどんぐらいなら、もう8割ぐらいいってんじゃないですか？ほとんどですね。多分もう俺の予想ですけど。昔あの20年ぐらい前、学生の時にちょっと住んだことがあるんですけど、その時はこの辺絶対来なかったですね。避けたんですか？そうですね、やっぱり、うん、避けてたけど、今は全然怖くないし、食べるものも安くて美味しいし。あ、そうですか、何あるんですか？ホルモンとかね、そこのホルモン、まあ、今日やってない。あ、ホルモンですね。ホルモンとか、しかもヘルシー、うん、美味しいお店がいっぱいあるね、安くて、うん、通天閣最初見に来た時に、それでちょうど現金がマネーがなくなったって、うん、それでどっか住むとこもないし、それで仕事を探していたら、あの仕事を世話してくれる人がいて、うん、それであの、まあ、何日か1ヶ月とか10日とか、うん、そういう感じであの日雇いをやってて、うん、でそこで、まあ、いくらか貯まったらもうあとはもう生活保護にかかって、それでずっと今はもうずっと生活保護ずっとかかってて、うんうん、なるほど。今繰り返しみたいな感じで、うん、なるほど。今もらってるんですか？今もらってる。今度のね、今度の31日にまたお金下ろしに行くから、うん、うん、ホームレスはこの辺に多いですか？おいおい、ここ西成ね。西成、ここはアイリン地区っていう。アイリン、あ、ここ今立っている場所はアイリン地区。アイリン地区。なるほど。この前あのこのインタビューしている間に、うん、アイリン地区の話が出てて、日雇い労働。日雇い、うん。
が多いらしいけど、それ本当ですか？今もう年配の人が多いようになったな。いつもね、朝の3時から4時の間来たら、あの手配師っていうのがおるよ。あの日雇いを雇うわけよ。だいたい1万から1万2000の間、1日の労働で、ミット8時間とか、8時間。そこ三角公園がありますけどね、うん、そこで炊き出しとかそういうの差し入れとかね、いろいろありますよ。炊き出し毎日ですか？いや毎日はないけどね、週とか、四角公園ともう一つ公園が向こう側にあるんだ、四角い公園が、そこも炊き出しがありますからね、そこは今日も昼あるんじゃないかな、誰でももらえるんですか？炊き出し、ただ並んだらもらえるって感じですね、まあ数が少なかったらこうカードを配ってね、そのカード番号のある間はもらえた人、カードの番号をもらえた人はもらえるけどね、だからそういう時もあるし、まあ制限のないね、数がよくやったら制限がなくもらえる、あっちね、社会のセンターってあるんだけど、そこは空いてました、あ、そうですか、今閉まってますけどね、そこはなんかワイ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 人が集まって、まあ土方とかどっぱりとか、まあいろんな人いましたけどね、まあいろんな人がまあ集まって、まあそれなりに楽しかったですけどね。今はもうシャッター閉まってて、もうほぼなんつうんですか、もうお化け状態ですね、この街は、もうゴーストタウンですわ。閉まってほしくない人多かったんですか？そうですね、だからまあここに居座って表で寝てる人とかいるし、まあそんな感じですね、前に日雇い労働と言いましたけど、そういう労働の中にはどんな仕事がありますか？仕事？そうですね、日雇い労働と言ったらどんな仕事がありますか？いろんなね、片付けとか、あと飛びとか、そんな仕事が、いろんな、あとはこういう、なんていうの、草あるじゃん、草刈りとかそういうのをやったりとか、あとタバコとかそういうを見て、そんであとゴミとか拾ったりとかして、街をきれいにするみたいな感じ。その炊き出しというのは20年前にホームレスになったと言いましたが、その時からあったんですか？あるずっとあったんですね、いろんなキリスト教の団体とかいろいろあるのよ。ああ、ここで活発ですか、キリスト教？キリスト教団体が多いね、炊き出しとかいうのね。ああ、なるほど。それはメインですか？その炊き出しというと何らかのキリスト教の関連、それから夜カエルを配ったりね、毛布をね、配ったりいろいろやってますよ、キリスト教団が、なるほど。ここメインはやっぱりキリスト教、宗教関係が多いね、慈善団体といったら、やっぱキリスト教っていうのは奉仕の精神が持ってるからね。そうですね、それは徹底してるわ。仏教のお寺とかあんなとこあんまりないもんな、そういう竹立とかね。あ、本当ですか？特に仏教から何ももらってないって感じですか？まあほとんどないな、まああるとこもあるやろうけどな、もう少ないわ、ほとんどないわ、大体キリスト教やな。そこに貼ってある看板というか、覚醒剤前に出ていけという看板を見たんですけど、そういうのがここでされてるんですか？いや、それはね、この覚醒剤はね、昔はよう表でね立って売ってたんですけど、今そういうのできないんで、もうほぼね部屋の中とかマンションの中でやり取りして、まあそれは捕まってるか捕まってないか俺おまりさんなんで分かんないですけどね、まあそんな感じになってます今。で、今ここはあれが多い、生活保護を受けてる人が、国からだいたい月10万ちょいぐらいかな、11万12万もらって、ここらも全部、あ、ここはもうダメか、このぐらいいったらその辺がもう全部
生活保護の人がいっぱい住んでるアパート。アパートですね、うん、アパートがなければ住所がなければ生活保護もらえるんですか？住所がないともらえん、もらえん、もらえないからアパートに入るわけ。なるほど。じゃあ本当のホームレスの方はもう何ももらえない、まあこの炊き出し以外って感じですか？だけ住所がないともらえない、うん、それは厳しいですよね。厳しい厳しい、うん。来る前にニュース、古いニュースの動画で暴動、あ、暴動があったのを見て、そんなの見たことはありますか？お、暴動、あの警察署の前でね、うん、放水車の、警察が放水車を持っているからね、うん、それで暴動の時水かけられたけどね、うん、やばかったんでしょう。あとコンビニの人は襲われたりね。え、本当ですか？うん、店員が、うん、ローソンのコンビニがね、品物をね、製品を取られたりないって。かわいそう。お金も取られたんじゃないかな。うん、かわいそう、ローソンの人。うん、それはまあ何年ぐらいでした？あれ何年前よかな、30年ぐらいになるんかな。じゃあ20年前ホームレスになったけど、そのまあその前からいたんですか、うん、この辺。うん、この前からここにおったんだよ。現金仕事でね、仕事で、うん、どこ出身ですか？俺は京都の綾部やけどね。ああ、なるほど、うんうん、どういう、あ、仕事の、まあ、背景でここに来ましたか？何をしましたか、仕事？もういろいろよ、もう建築関係の仕事やね、ほとんどな、建築どもころな、うん、そこの阿部のハルカスってあのでかいビルがあるでしょ。建てなんですか？あそこの地下の工事ね、行ったけどね、うん、立派な建物ですよね、うんうん。一番好きなお菓子って何ですか？え、一番好きなお菓子って何ですか？お菓子、はい。お兄さん何が好き？チョコレート。チョコレートか。2月の14日もらうんでしょ？いつ？2月の14日。14個も、あー、うん、モテモテであればもらえますけど、うん、もらうじゃん。僕彼女がいたことがないんで、はい、もらったことないです。俺もないです。50年間ないです。じゃあ童貞同士付き合うかこの自転車、あの袋とか、これ所持品ですか？これいいやろあら、傑作や。もう一台もあるんだ。あ、そうですか、うん、それは8000円で交代やて。うん、そやけど、もう取られたら取られたでしゃあないわな。そういうリスクあると思いますか？そういうリスクがあると思いますか？うん、取られるリスクもあるわな。うん、だけど、あんまり取る人そんなにおらんで。うん、そう、僕から、まあ、今日の経験から見るとみんな穏やかで、うん、多分イギリスの方で盗まれそう、うん、僕、子供の頃、自転車盗まれまして、その、うん、その庭から、真夜中に、うん、まあ、うん、そういう時もあるんだ、大阪もな、うんうん、日本もそれは犯罪はよくある、うん、犯罪のない国なはないよな。ないですね、人間が生きてる以上、うん、日本はいくら安全や安全やるってもね、うんうん、安全なことないよ、うんうん、やっぱり何かあるよ。あの他にはこの辺にはあると聞いたことあるのが飛田新地という場所あるそれ何ですか？あれはあの言ったら売春コールがある。わかる？はい、わかります、うん、バイバイ。コールがある。なるほど、行ったことありますか？通ったことはある。通ったことですね、うん、僕も見学ツアー、はい、行ったらいいよ。最近行きました。行った？そうですね、ちょっとあの冷やかしとは思われて、うん、出て行けみたいな雰囲気。外人は断られる。そう、そんな感じがしました、うん、外人はすぐにこの、 あの美しい顔を見られてすぐに出て行けみたいな、うん、外人はダメ。なんでと思いますか？どう、なんでかな。外人はやっぱり嫌がられるんじゃない、なんでかな。病気やないか。あ、病気、うん、あのいろんな病気があるやんか。まあ他国から来て何を持ってるのか全然わからないんで、まあ、あとは日本語のこともありますね、うんうんうん、利用したことありますか？ないないないですね、うん、僕行った時はびっくりさせたのは客層の年齢、だいたいおじさんかと思ったけど、若い人多いと思いきや、若い人ほとんど、うん、20代とか。若い人多い、うん、そうですね。そんなの人気ですか、日本では？
日本ではあの本当はいけんのやけどな。だけどもうここはもう合法みたいなもん、警察も黙っとる、うん、見てみるふりですか。見てみるふり。なるほど。日雇い労働は今何やりますか。日雇い労働はね、まあ、それなりに昔みたいに多くはないですけど、ちょっとはまあそれなりあるんじゃないですか。まあ、あのセンターを空いてた時はザラにあったんですけど、今はね箇所箇所しかね、雇ってるとこがないんですよ、うん、で仕事も減ってますしね、はい、うん、高齢化が結構進んでいるみたいですね。ああ、でも年寄りが死んじゃって、知り合いとか、まあ、若い子もまあいるようでいないですかね、この町は、はあ、うん、ほぼお年寄り町ですよ、ここは。どういう経緯でホームレスになったんですか。なんていうんかな、嫌気させたんかな、世の中に対して。うん、うん、もういいって感じ。何やってもまあ上は上でね、まあ今の日本の政治見たら分かるでしょ、ああいう状態やからね、うん、そのために働いてもうしゃあないな思ってな、うん、うん、それやったらもう気楽に行こう思って、うん、あの働く時、まあ、あの就労した時をあの振り返ってみれば、あのどっちの方がストレス高いと思いますか、今のこの生活か。今の方がストレスないわな、うんうん、なさそう、うん、もう気楽でいいわ、うん、そっちの公園の人も見て、うん、みんなリラックスしてて、うん、みんなではしゃいでて、うんうん、チルしててなさそうだなと。やっぱ仕事したらやっぱり人間関係がね、ああ、うん、難しいもんな、うん、難しいですよ、うん、僕も思います。やっぱお金の問題じゃないんだよ、やっぱ人間関係だよね。そうですね、難しいのな。人間関係って人間の一番多い、そうそう、あのストレスの原因だと言われてますね。ここでは人間関係どんな感じですか、うん、あのたくさんの人の知り合いいますか。まあ話す友達はね、うん、うん、あ、深い付き合いはないけどね、うん、うん、ただこう会うたら話をするぐらいでね、うん、お互いにコミュニケーションを図ってね、うん、うん、こうして一日を過ごすって感じやな。だって今あれやけど、昔ここ泥棒市っていうのは今ないけど、警察がそうなったけど、3時から午前3時から午後6時頃、あの泥棒市っていうのがいっぱい、ここあの泥棒市と言ったらいいかな、いろんなもの売ってた、薬とか。ああ、なるほど、うん、盗まれたものを。いえ、盗まれたんじゃない、生活保護の人が薬もらただでもらえる薬は、それをここで売るわけよ。あ、なるほど、じゃあ生活保護で何かもらって売るって感じですね。なるほど。それはなんか取り締まりとかあったんですか。もう厳しくなった、うん、昔すごかったよここ。その警察をこの辺で見かけるんですか。見かけるいつも自転車でぐるぐる回ってる。ああ、なるほど。おまわりさんが多いって感じ、うん、パトロールしてる。なるほど。でもまあセーフ、なんか安全に感じるんですかこの辺。ん、安全に感じるんですかこの辺。安全、そうですね、安心安全できますかこの辺で。そうやね、もう治安の面で。治安はもう慣れたらもう住めば都。うん、うん、僕イギリス人から来て。あ、イギリス人。そうですね、イギリスの中でも僕の故郷は結構貧しい方、犯罪率が多くて、多分これ、まあ、日本一番治安の悪い近所と言われてるのに、うん、まあ、僕の平均のイギリスの街の方がやばい、うん。あ、そう。そうですね。でもここは殺人事件とかないよ。うん、聞いたことないですね。ここないよ。うん。それからよ、喧嘩がある。喧嘩ありますか。あるある。見たこと。飲んでから。ああ、取っ組み合いとか。あるあるある。しょっちゅう。傍観するんですか。え、これ見とるよ。すぐ警察が来るよ。あ、すぐにですか。何歳ですか。もう73。73。うん。若く見えます。それ。65ぐらい。60代。だからまあ生活、大体結婚したことないやろ。生活感がないんだ。うん。それから若く保たれる。うん、結婚したいえば老化が早まると思いますか。結婚したいと思わんの。うん。結婚に向いてへんもん。うん。うん、そういう生活はできへんの。
自分のルールで生きていきたいですか。自分で好きなように生きたいからね。ああ自由で、うん、もう束縛されるの嫌やな、うん、うん。女性に言われたんだ若い時ね、19から24の時に同棲したんだ、一緒に女と一緒におったんだ、うん、その時ね、あなたはね放浪癖がある、こう、あ、まあ1年に何ヶ月かな、こうどっか遊びに行くよ、うん、帰らへんからな、うんうん、そうやからな、ああ俺はそういう人間やないよな、思ってな、向いてないな、トラさんみたいな、うん、気楽に食べするからな、うん、で自分の道を選べましたね、うん、そうやからそういう結婚とかそういうな、うん、そういうのはしたいと思わへんかったな、もうできへんわ。一番好きなお菓子って何ですか。お菓子、いや、お菓子よりこれ、ああそれですね。やっぱりうまいですね。酒一番好きなお酒は、チューハイ。チューハイ、じゃあ飲みに行きましょうか。え、本当。